今日はですね、うん、寝相についてのニュースをお届けいたします。おそれでは今週の JSOUL ニュースです。 What's up? ロケットニュース24より、はい、いい夢にしろ悪い夢にしろそこで起こることは現実ではありません、うんうん、しかしどうせなら夢の中でいい思いをしたいというのが人情です、うん、その願望が叶うかもしれない研究が今注目されています。お論文によるとうつ伏せで寝るとエッチな夢を見やすい。なんだってエッチな夢を見たければうつ伏せで。この研究結果を発表したのは、うん、香港樹仁大学の研究チーム、はいはいはい、670名の大学生、うん、うち3分の2は女性を対象に寝る時の体勢と夢について調査を実施、うん、するとうつ伏せ寝の人は、うん、他の体勢で寝る人よりエロティックな夢を見る可能性が高いことが分かったそうです。なるほどね。うつ伏せで寝ると胃や肺が圧迫され、うん、脳に供給される酸素量が減る、うん、酸素不足になった大脳から混乱した信号を発信し、うん、夢の内容をエロティックなものに限定させるのではないかと見ているそうです、うんうん、うつ伏せで寝るだけで夢を完全にコントロールできるわけではありませんが、うん、ちょっと試してみる価値はあるかもしれません。やめて。うつ伏せで寝た方がエッチな夢が見れる確率が高い。だから海はうつ伏せに変わるんでしょうね、うん、そうなんでしょうね。きっとこう寝始めてもう本能なんだろうね多分。本能で多分エロに進んでるタイプ、ね、もう仰向けで寝てても本能でうつ伏せに行っちゃうんだね。もう多分仰向けで寝ててもそろそろエロいこと考えるかと思ってうつ伏せになるからもう理にかなってますね。理にかなってるね。確かにね、うん、エッチな夢見てることの方が多いかもな俺。やっぱそうなんだ。俺あんま見ないなやっぱ横はどうなんですか。横向きはどうなんですか。横はねたまに見るね。まあそうでしょうね、うん、半分だからね。うつ伏せの仰向けの間ですもんね。エロティックね。半分エロティックね。なるほどなるほどなるほど。でもそういうのを研究結果として出てるんですね。ちゃんと面白いですよね。エロいとこね。じゃあここでですね、うん、恒例のもしもしシリーズ。もしもだんだん恒例になってきたね、はい、もう無理やり恒例にしますから、うん、今晩うつ伏せで寝て、うん、エロティックな夢を見たとします、はい、そこに美人女優の松嶋菜々子さんが登場、はい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 、寝ている海の隣で添い寝、うん、そして小声である言葉を囁いてくれたとします、うん、なんという言葉を囁かれたいですかということで。なるほど。どうですかこれはね。うつ伏せ大魔神どうですか。うつ伏せ大魔神からしたらねこれは悩みどころですね。ちょっとじゃあ自分はですね、はい、まだ寝たくない。ああ深いねその意味。布団に入ってるでしょ。そうじゃあ寝るかっつって、うん、布団に入って、うん、で隣でこう寝て、うん、よし寝ようっつったらまだ寝たくない。やめて。俺なんだろうな。なんすか。俺ねあれかな。こう一緒に寝て、うん、もぞもぞっとこう耳元に来てもらって、うん、言われたいのが、うん、もじもじしようって言われたい。言われたいか。じゃあもうラストじゃあラストじゃあ岡本さんどうすか。なんて支えかれたいですか。いやね隣で添い寝してくれてて添い寝してた時に、はい、耳元でふっ、はい、て吐息かけてほしい。支え入ってねえじゃん。もうね支え入ってはいらない。しかも汚い風でしたね今。俺がやると汚いけど小松さんは綺麗な風でしょうねきっとね。もう本当にもう男はくだらないですねこういうとこは。